はいこんにちはひかりですでは今回は結果を出したいならアホであれ不細工であれという話をしていきたいと思いますえ今回の結論として言いたいのはもうこれなんですねまさにアホになりましょう不細工になりましょうということなんですねでこれなぜかというと私は普段からビジネスっていうものをいろんな人に指導をしているんですけど、まあ、やっぱりですねあの確認 まあ指導しているとこれで大丈夫ですかえこうやっていけばいいですかという、まあ、そういった確認をしながら、まあ、進めていってしまう人がどうしても多いんですね。でこれは、まあ、あの私自身にも言えることでやっぱりまだまだその今、師匠からえ月収300万とか稼ぐ師匠から教えていただいているんですけどやっぱりこのまだアホになっていない部分 まあ完璧主義になってしまってこれでいいのかなこれで大丈夫ですかとかなとき聞いちゃう時があるんですけどやっぱりこれだとダメなんですよね。でこれはですねあの伸びないマインドであってでこの伸びないマインドっていうのがこのですね他人の目を気にしてしまうことなんですね。この他人の顔色をうかがっているうちっていうのはいや本当に伸びないんですよね。 でこれは何でかっていうと、まあ、他人の目を気にすることによってわこういう文章を書いちゃったらなんか人に嫌われちゃうかもとか例えばこういった動画を撮ってる時もわなんかこんなにはっきり言ったら何か思われるかもなとかコメントで何か言われたらどうしようとかあとは自分の発信がなんかしょぼい発信になって何かこのまんま出してもいいのかなとか。 こんなしょぼい発信で、ま、じあの誰,誰が喜んでくれるのかなとか、まあ、こういったように他人の顔色をうかがっていると、まあ、さっきも言いましたけど圧倒的にスピードが遅くなってしまうんですねで、まあ、例えばブログのえ記事で例えると例えばこの記事を書きましたとで書いたけどやっぱりなんか、うん、微妙だなしょぼいかなとか。 なんかここちょっとズバッと言い過ぎだなとかっていうのを考えるとそのコンテンツを作るということよりもその記事の修正の方に時間がかかってしまうんですねでなんか1日2日かけて修正をしてでなんか完璧なものを作るっていうのが、まあ、よくやってしまうケースまあ私もその以前っていうのはこれをやってしまっていたんですねただですねこのうちっていうのはどうせ今の自分っていうのはしょぼいんですよ 1> 1ヶ月後の自分にくわあの比べるとねなのでこの下手なうちっていうのはもうどんんんんんどんどどんどやっっていいいた方がいいんですよねどうしてもこういった他人の顔色をうかがっていると、まあ、スピードも落ちるわで完璧主義になってしまってコンテンツも増えないわっていうことで、まあ、全然成長しないわけですよね。 ということはまあ、アウトプットをする量も少なくなってくるので、まあ、それだけ価値提供できる量も少なくなってきますよね。えなので、まあ結果的に成果が出ないという風になってしまうんですよね。でまあ、なんでこういったまあ、他人の顔色をまあ、まあ、たくさんの人が伺ってしまうと思うんですけど、これなんでかっていうとまあ、これはあのまあ、日本の教育もそうですし。あとは会社がもうこれなんですよね。 どうしてもその会社で働く人たちっていうのは、まあ、上司という人がいてで上司からの指示の上で、えー、行動しますよねなんか仕事をこなしていくと,、えー、と思いますで私であれば、まあ、営業職でやっていたんですけど例えば、えー、と今日何、えー、とア,ポアポ数が何いくつありますとで、えー、と商談ではこういうことを話すとでそういったのを、まあ、いちいち上司に報告したりだとか でえー、とよくほうれん草って言いますよ、ねえー、なんか事前にこういったことを言ってやるには確認をしてっていうので,でこれがもうベースになっっててしまっているんですよねなので一向に進まないもう他人の目をうかがうじゃないですけど、まあ、その上司からの指示を待って GO ってなったら動くので、まあ、こうなってしまうとやっぱりどん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 完璧になってしまって動けなくなってしまうんですよね。 なのでこれはもうどうしてもしょうがないんですよね特にまあ会社で働いている人であればこういったマインドになっているのはしょうがないと思いますただビジネスの世界その企業の世界ではこれとは全く別なんですねやっぱり他人の目を気にしてしまっては、まあ、発信自体もふわっとしてしまうんですよなので結果誰にも刺さらないっていう発信になってしまいますで同じように他人と同じような発信をするっていうことは まあ誰も自分の発信に興味を持ってくれないんですよね。なので、まあ、これがダメなんですよね。じゃあ、この伸びるマインドっていうのはどういうものかというと、もうこれと真逆ですえ。もうしょぼいけどやる。細かいこと気にしないでやる。とか、あとは、まあ、今指導して、えー、もらっている人がいるのであれば、なんかもう指導者にこういうことやってくださいって言われてないけど、それを見越してやっちゃうですね。むしろ、えこれやったんですけど、えどうですかとか。 その事後報告の方がいいんですよね事前にこうやろうと思ってるんですけどどうですかとかなんかこれでいいですかとかっていうのでやってるとやっぱりこっちになっちゃうんですよねどうしても遅くなってしまいますなのでもう指導者に言われてないけどもうどん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 やるっていうことですねであとはそのブログの記事とかであればもう最近も私もそうなんですけどもうできるだけもう具体的にやる。 具体的なことを発信していくっていうことですね。でどうしてもあの抽象的な話をすると人は人には刺さらないんですよね。なんかよくあること言ってんなとかなんかこの抽象的な話っていや本当に刺さらないんですよ。なのでもうこれは、えっと、もうたった一人に刺さればいいっていうことなんですね。記事を書くにしても動画,をえ動画を撮るにしても。 なんかみんなにいいって思われると結果刺さらないんですよなので、まあ、たった一人に刺さればいいって思ってもうしょぼいけどやる細かいこと気にしないでやるっていうのがすごく大事になってきますでこれはですねじゃあ私は誰に誰向けに話しているかっていうと,、えっと5分前の自分に話しているんですね5分前の自分っていうのはやっぱりその今ビジネスで自分でやっていて、えー、でなんかまあまだまだですけど、まあ、結果も 出てきたとでそうするとやっぱり甘りが出てくるんですよね。で、えー、ともうついさっきあの師匠に言われたのが「なんか光さんぬるいですね行動量ぬるいですね」っていう話をいただいたんですよね。なのでこの発信自体も私はもうこの5分前の自分にたった一人に向けて話しているんですね。でこれをもうたった一人に発信していけば、まあ、ゆくゆくは私と同じ状況だと。 えと同じ状況だとか、まあ、もしくはその完璧になってしまってる人に結果的にこの響くようになるんですね。はい、だ,だしこの「しょぼいけどやる」っていうのは今やったことによって、まあ、5分前とはマシになりますよね多分私は。5分前のの私っっっていうのはこっちだったんですよけど今その師匠から指摘を頂い,いてこういった動画を撮ることによって「しょぼいけど今撮ってますけどこれが積み重ねで。 良、まあ、くなっててくるると信じているんですよ、ね、なのでもうどん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 、まあ、こっちで行こうという、まあ、自分の戒めという意味でも、まあ、この動画を撮っています。であとはまあ大事なのはこのとりあえずやるっていう時ですね。これは まあ、とりあえずやるもうしょぼいけどやるっていうのは大事なんですけど必ずここで目的意識を持ってやるっててうのがすすごく大事になっっきますやっぱりもうがむしゃらにもめちゃくちゃやるっていうよりかはちゃんとこういう目的があってこういう行動を起こすでもうやりまくるっていうのがすごく大事になってきますでこの目的がないと、まあ、ただただやるっていうのになっちゃうので、まあ、それでも記事とかはあの記事を例えば書く時とき もえっと、とりあえずやるっていうのでもちろん伸びるは伸びるんですけどしっかりこういった目的があってえ行動しますやりますっていう方がやっぱり自分に立っても例えばし指導して、えー、もらっている人がいるのであれば指導者としても指導をしやすいと思うんですよね。はいなので、まあ、とにかくですね、まあ、今,今回言いたかったのはこのアホであれブサ細クであれっていうことですね。どどどどん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 ,どんですねあのもう挑戦しまくって あのバスケットボールであればもうシュートを打ちまくる、あのもうどんどん周り,も周りも気にせず、もうど,んど,んどんどん自分で攻めていくっていう、えー、スタンスでやっていく方がまが、あ、結果的に伸びていくので、ぜひ皆さん一緒にアホでやりましょう、ブサイクでやりましょうということでしたははいいでで以上ですありがとうございました。